皆様こんにちは、メイクアップアンバサダーのセリナです。メイク初心者の方でも簡単にできる方法で、秋色を取り入れたトレンド感あふれるオシャレ顔アイメイクテクニックをご紹介していきたいと思います。秋色の中でも今年特に注目されているマスタード、カーキ、ローズの3つのカラーをカラー別でご紹介していきます。メイクがワンパターンになりがちだったり、秋のカラーメイクどうしようと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。 このチャンネルではメイク初心者の方でも簡単にできるメイクや誰にでも似合うメイク提案を中心に発信しておりますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは早速始めていきます一つ目はマスタードとテラコッタで大人のイエローメイクをご紹介しますマスタードも今年注目のカラーなんですけれども夏っぽくなってしまったり派手になりそうで取り入れるのが難しいという方も多いと思います そんなマスタードカラーも同系色のテラコッタカラーと合わせることによってとても秋らしく大人っぽく仕上げることができます。まずはシュウエムラのプレスドアイシャドウ P ウォームイエロー355を使っていきます。 ラメ感のあるウォームイエローでしっかり発色してくれるタイプなんですけれども、可愛い,いカラーなんですが、このように指やチップでつけるとしっかりと発色されますよね。そうするとちょっと夏っぽい印象に見えたりしちゃうかなと思いますので、今回はブラシでふんわりとつけていきます。ブラシを使うとこのくらいふんわり発色させることができるので、ブラシを使っていきたいと思います。ブラシにマスタードカラーを取ったら、アイホール全体にふんわりとかけていきます。 イエローってどうしてもとても明るいカラーなので夏らしいイメージを持ちがちなんですけれどもブラシを使ってふんわりのせることによって秋でもとても可愛く使えるのでブラシ使いがとてもおすすめですはい、こんな感じでブラシでアイホール全体にマスタードカラーをつけていきましたイエローってもともと肌の中にあるカラーなので意外と肌馴染みがいいですよね今回みたいにブラシを使ってふんわりと入れてあげると派手になりすぎなくてとても取り入れやすいカラーだと思います で続いて下まぶたにもマスタードカラーを入れていくんですけれども、今度はブラシにマスタードを取ったら、下まぶた全体ではなくて、黒目の下にのみ入れていきます。黒目の下にのみ、細くライン状で入れていきますで。この時はカラーはしっかり発色させていただいて大丈夫です。 こんな感じで、黒目の下にのみイエローを入れることによって、光の反射で目がとても綺麗に見える効果と、お顔全体を明るく見せてくれる効果が出てきます。続いて、アディクションのザ・アイシャドウ 001T アルタミラを使っていきます。こちらはティントタイプになっておりますので、とってもツヤっぽいのと、みずみずしい深みのあるオレンジのテラコッタカラーになるので、一気に大人っぽいイメージに仕上がります。 でテラコッタカラーは上まぶたの二重幅全体に入れていきます。まず黒目の上にカラーを乗せたら、このカラーを二重幅までトントンとぼかしていきます。深みのあるカラーなので、目元全体の印象を引き締めつつ、マスタードとこのテラコッタって同系色なので、2色を使ってもとってもまとまりのあるアイメイクに仕上がります。でこちらがティントタイプでとてもツヤ感があるので、一気に大人っぽいま差しにも仕上がります。 はい、仕上がりいかがでしょうかイエロー系って抵抗なる方も多いと思うんですけれども、同系色のテラコッタと合わせて使うことによってとても使いやすくなりますし、簡単に秋のおしゃれ顔に仕上がりますよね。続いては秋定番のカーキとラメを使った簡単スモーキーメイクをご紹介します。 スモーキーメイクも今年の秋冬とっても注目されているメイクなんですけれどもどうしても暗く見えてしまうというイメージだったりとか難しそうと思う方も多いと思いますので今回はとても簡単に誰にでも似合うようなスモーキーメイクをご紹介いたしますのでぜひ参考にしてみてくださいまずは資生堂のオーラデュープリズム02番を上下まぶた全体に使っていきますこちらがとても肌馴染みのいいラメタイプのアイシャドウになっているんですけれども 最初にこのような明るいカラーを仕込んでおくことによって、そのーキーメイクが重たくなりすぎずにとても簡単に仕上げることができます。指に取ったら、上下まぶた全体につけていきます。とても肌の染みがいいので、どのカラーにもとても相性が良くて、すごく使いやすいアイシャドウです。アイホール全体にしっかりと乗せていきますで。続いて下まぶたですね。下まぶたにも全体的にカラーを乗せていきます。 で顔全体がとても明るく見えますよね続いて3のディメンショナルビジョンアイパレット04番を使っていきます。まずこのスモーキーなオリーブカラーを目尻3分の1にライン状に入れていきます。カーキのカラーをブラシに取ったら、黒目の外側から目尻に向かって、こちらの目尻3分の1にライン状に入れていきます。 こちらがカラーがしっかり見えるように太めのアイラインを引くような感覚で入れてください。で、そのまま下まぶた全体もこちらのオリーブカラーで囲っていきます。でこの時に太くなりすぎるととても暗い印象になってしまうので細くまつ毛の際を埋めていくようにのせていくのがポイントです。こちらを目頭側まで全体的に 囲うようにカラーを入れていきます。下まぶた全体を囲うことによって目の印象がはっきりするのでスモーキーメイクのシャープな印象を高めてくれます。続いてディメンショナルビジョンアイパレットのこちらのカラーを目頭にくの字に入れていきます。目頭に指でくの字に入れていきます。目元全体が明るく見えるという効果と 先ほど入れたカーキのカラーがとても引き立ちます。そして最後に、アディクションのザ・マスカラカラーニュアンスウォータープルーフ010ファインツリーを入れていきますで。こちらがとても深みのあるダークグリーンのカラーになっておりまして、こちらを上下まぶた全体にオンしていきます。ラインだけではなくて、マスカラもカーキで仕上げることによって、ふとした時にカラーが見えて、よりスモーキーな印象を引き立たせてくれます。 下まぶたにも全体的に塗っていきます。とても深みがあるカラーなので、あまりやりすぎ感がなくて、日常にも取り入れやすいカラーです。はい、こんな感じで完成しました。最初にラメを仕込んだり、肌馴染みのいいカラーと合わせて使うことによって、暗くなりすぎず、誰にでも似合うスモーキーメイクが簡単に完成します。トレンド感を高めたいときにとってもおすすめのメイクです。最後は、今とても話題の、 ローラメルシェのキャビアスティックアイカラーローズグロウコレクションで作る甘すぎないローズメイクをご紹介します。ローズ系のカラーに挑戦してみたいけれども、甘くなりすぎてしまうんじゃないかなだったりとか、ちょっと子供っぽく見えてしまうかなというお悩みの方も多いと思います。でも今回は大人の女性にぜひ使っていただきたい使い方テクニックをご紹介していきます。はじめにローラメルシェのキャビアスティックアイカラーローズグロウコレクションの R4 のカラーを使っていきます。こちらは明るめの ののカカララーーなのででとても使いいやすいカラーですでこちらを上下まぶた全体にオンしていきます。スティック状でとても塗りやすいので、まず目の際にライン状にカラーを乗せたら、今度は指でアイホール全体までぼかしていきますで。これを何度か繰り返していくと、簡単に綺麗なグラデーションに仕上がります。 で下まぶたにも黒目の下を中心としてカラーをのせたら指でぼかしていきます。でこれだけでもとても可愛いんですけれどもさらにもう一色使っていきたいと思います。一色目はローラメルシェのキャビアスティックアイカラーローズグロウコレクションの R5 を使っていきますで。こちらは先ほどのカラーとは対照的にコッパーローズで大人っぽい印象です。 こちらのカラーは上まぶたの目頭側にのみのせていきます。上まぶたの目頭側、二重幅までカラーをのせたら、こちらを指で軽くぼかしていきますで。このコッパーローズで目元が引き締まって、より大人っぽい印象になるのと、あえて目尻に暗いカラーをのせないことによって、子供っぽくならずにローズカラーを最大限に楽しむことができます。 はい、ローズカラーのアイメイクが完成しました。ローズカラーは肌馴染みが良くてお顔をパッと明るく見せてくれる効果があるので、大人の女性やカラーメイク初心者の方にはぜひ挑戦していただきたいカラーです。はい、ではこんな感じで秋に注目の3つのカラーを使ったそれぞれのアイメイクをご紹介していきました。 組み合わせや使い方によって簡単にトレンド感のあるカラーメイクが完成するので、ぜひぜひ色々なカラーにチャレンジしてみてください。また今回の3つのカラーメイクのうち、今年の秋に挑戦してみたいと思ったカラーをぜひコメント欄でも教えてくださいね。それでは今回は簡単にトレンド顔、秋色アイメイク3選をご紹介していきました。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらコメントとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは最後まで。 ありがとうございました